第四階層にはいないだろう。あそこには押芝鋼が支配者として未だ君臨しているはずだ。じゃあ第五、第六、ひょっとして第七とかですかね。そこに到達した人間は今のところ一人としていなかったが、第一号になればいいな。どうかしたのかね。ですね、よくわからないんですけど、ちょっと昔に壊れた人たちがこのパンドラを襲撃したんですよね。ベルゼバブとサンダルフォン、そしてサンジェルマン伯爵のことか。ならば人ではなくて悪魔と天使だが。いやまあ二足歩行してたらとりあえず人間でもいいじゃないですか。でですね、私はあまり悪魔に詳しい方じゃないんですけど。勉強しておきたまえ。してますしてます。いやとにかくベルゼバブさんって有名ですよね。ルシファーの次に出てくるとしたらまず彼だろうな。サンダルフォンさんも強かったんですよね。炎の天使、天使の軍団長、怪異としてはミカエルに次ぐ大天使だ。単体の戦闘力ならばカマエルをも上回るだろうな。サンジェルマン伯爵って不老不死じゃないかって噂された人ですよね。希代の怪人だな。凄腕のサイキッカーでもあった。そのグループは一体どの階層まで到達できたんですか。彼らは狂気に浸りながら叫んでいたよ。神は正しく我は正しいとね。彼らは天国の門を開くための最有力候補だった。でも失敗した。そうだ、彼らがいつどうやって誰に敗北したのか定かではない。当時我々は混乱していたからね。混乱？なぜ巡礼が失敗するのか、なぜ途中で彼らは精神を崩壊させてしまうのか、なぜ天使や悪魔を喰らって力をつけようとする人間が出始めたのか。何も分かってなかったんですか。今でも不明だよ。分かっているのは階層を上へ行けば行くほど精神汚染がひどくなるということだけだ。じゃあ原因とか。歌が聞こえると皆は言っている。コーラスが耳に響くと。天国に行かせたくない誰かがいる。当初我々はそれをサマエルの仕業だろうと推測していた。サマエルさんってカマエルさんのご親戚か何かで。違うさ、サマエルはアダムとイブに知恵の実を食べるようそそのかした堕天使だ。人間を愛し神を憎む蛇だ。愛してたんですか。人間が犬をペットとして飼うように愛していたろうね。ただし彼女は犬が自分の思い通りにならないと足をへし折り、噛みつかれたなら首をへし折るタイプだが。それは飼うというよりは。
そんな堕天使がやらかしたんじゃないかと我々は思っていた。精神汚染はサマエルさんの仕業だと？ああ、だからサマエルなどものともしないような天使や悪魔を送り込めば問題ないと、そう思ったんだがね。先ほどの問いに答えよう。支配者になった連中が幾度かベルゼバブたちを襲撃したが、彼らは危なげなく勝ち進んでいった。そして第四階層の支配者を打ち倒したと彼らは報告し、我々は喜んだ。何しろ彼ら以外にそこまで到達した存在はいなかったからね。だがそこで報告が途絶えた。第五階層に向かうと告げた時点でだ。第五階層が限界ということでいいんですか？そうとも言えない。彼らが第五階層にたどり着けたのかどうかすら不明だからね。つまり誰も目撃してないんですよね、それ以降は。サマエルがあの三人を凌駕する強さを持っているとは、全くもって予想外だった。死んだ。誰も彼もが殺された。我々は天使と悪魔を総動員して戦い、勝利した。いや、あれは勝利と言えるのだろうか。誰も彼もが疲弊し絶望した。その点では敗北と言えるかもしれないな。じゃあ、それ以降第四階層を踏破した人はいなかったんですか？そうだ。そして時が経つにつれて第四、第三、第二階層まで占拠された。第一階層まで支配されそうになった時、どうにか食い止めることができたのさ。あ、私が関わった事件ですね。そう、君はゲテルの瞳を持っているんだったね。はい。なんかいまいちうまく活用できてなくて、妹に申し訳ないです。人間も悪魔も、そして天使も、視覚情報というのは極めて重要な位置を占めている。だが我々は常に見たいものしか見ようとしない。俺も、そして君もだ。だからその目を有効に活用したいのならば、見たくないものを直視しなさい。分かりにくかったかな？あ、いえ、全然分かりやすかったです。ありがとうございます。それじゃあお仕事の邪魔してごめんなさい。失礼します。面白い人間だ。運命が違っていれば、彼女は天国の門を開いたかもしれない。このパンドラに存在するものは、誰もが皆永劫を回り続けるべきか、道を切り開くべきか、選択せねばならない。
我が友よ、お前ならばどう考える？やあやあ、そんな嘆き顔でどうしたのさ。久しぶり、アスタロト。あれ？いや、はじめましてなのかな。どちらでも構わないよ。何しに来たんだっけ。どうもこのところ記憶が曖昧でさ。ラジエルと天道刹那がどこにいるのか教えてくれないか。あ、それだそれ。彼らは第五階層にいたんだ。それから私と戦って、それから。まあ戦いの結果はどうでもいい。その後ラジエルと天道刹那がどうなったかを教えてくれ。うん、そうだね。彼らは第六階層に到達したよ。第六階層は確か神田古書店街だったか。そうそう、あそこにはラジエルの本があるんだよ。ねえ、ラジエルが本を手に入れたら君たちにとってはいろいろとまずいんじゃないのかな。かもしれないな。でしょ。だったら邪魔をするべき。あれ、でも私にとっては彼女が手に入れた方が都合いいんだっけ。君にとってはラジエルが本を解読しなければまずどうにもなるまい。だがしかし、順当に行けばアダムが第四階層を踏破する頃だ。もうそろそろ君を敵役にするのは限度があるかもしれない。君は悪い者の側だ。君が東京バベルを密かに壊そうと企んでいる。天国を支配し、地獄を壊し、全ての平行世界を消し去ろうとしている。そうでなくてはならない。そうだよ、私はそれが目的で。だが君はあまりに脆弱すぎる。あの身の影響かどうかは知らないが、劣化している節もあるな。今に壊れるだろう。アスタロト？ねえ、何言っているの？私、さっぱりわからないよ。君は所詮、大地を這う蛇に過ぎないということさ。他人をそそのかすしか能がない。停止。ね、
ご報告いたします。アダムから第四階層を踏破したという知らせが参りました。わかった。彼らが帰還したら出頭するように伝えろ。ああ、それからこれを片付けろ。もう使うことはあるまい。神を殺して全ての世界を我がものにか。何もかも終わっているというのに、誰も彼もが生き描こうとする。俺もその仲間か。アスタロト、皆を頼む。天使と悪魔がいさかいを起こす時代は終わりを告げた。すべてを救うことはできずとも、救えるものはあるはずだ。私にお前の感情はきっと理解できない。私は天使だったから、お前のそういう業を理解したくともできない。やれ、やるがいい、アスタロト。私に悔いがあるとするならば、それはお前だけ、お前だけなんだ。アダムが第三階層、第四階層を立て続けに踏破。残る階層は三つ。刹那とラジエルは第四階層にもいなかったの？第5階層から上は未知の世界だからね。誰が支配者なのか、そもそも支配者が存在するのかすら分かってないわ。分かっているのはただ一つ、ベルゼバブたちのグループが第4階層以降で壊れたということだけ。心配だね。ねえソラミュー、あなたが強い力を持つ天使か悪魔だとして、この状況で何か企むとしたら何を企む？え？巡礼しないと天国の門が開かなくて、それが開かないと天使も悪魔も困るんだよね。そう、だから普通はそんなことを考えないと。じゃあ天国の門が開くと困る人っているの？開くと困る？
だったらさ、もし私が力ある天使や悪魔だとしたら、自分より格上の存在が消えることを望むかも。あ、もう一つあるよ。私が天使や悪魔だったとしたら、多分確実に一度は考えること。それは何？絶望。天国に行くことなんてできやしない。地獄は二度と元に戻らない。そんな風に考えてやけになる。ならどうするの？絶望してやけになって、その後どうするの？決まってるじゃない。何もかもの消滅、一切合切の全滅を望むわ。だって絶望しているから。やるわね、ソラミ。え？参考になったんなら幸いですなり。もうすぐだ、ラジエル。もうすぐ、君の本が手に入る。うん。記憶は、戻ると思うかい？わからない。私は一体あの本に、何を書いたのか。他愛もないことか。それとも、身の毛もよだつほどに恐ろしいことか。ギュッてして。けど安心する。だからそのままにして。行こう。